曲がりでバナナもね、大物が加盟したんですよ。いきますよ、こちら社長です、どうぞ。曲がりでバナナ大物加盟第1弾ということでですね、実は今日は横に前田社長とある社長さんが横にいらっしゃってるんですけれども、よく武田塾で大物加盟第1弾ってですね、歴史上なんでしたよね。まあ広島でめちゃくちゃ大きい塾の欧州塾さんが加盟していただいたり、トモハッピーさんが加盟していただいたり、株元さんとか岩井社長が加盟していただいたりね、いっぱい大物加盟第何弾とかでやってますけれども、曲がりでバナナもね、大物が加盟したんですよ。いきますよ、こちら社長です、どうぞ。どうも。いや、すみません、大物なんでちょっとハードル上げすぎなんですけど。いや、バナナにしては大物じゃないですか。いや、めちゃくちゃ大物すぎて。ねえ、あのね、令和の虎からの加盟。あ、はい。令和の虎の社長さんでの加盟は初めてですかね。初めてです。え、加盟金入金したんですか。あ、はい、させていただきます。あら、はい、すごい、ありがとうございます。またね、武田塾には加盟しないで、あ、いや、それは姫路校は検討したんですよ。姫路では。これあるあるなんですよ、バナナあるある。武田塾加盟しないけど、バナナは加盟するってね。これね、いや、けど僕としてもすごい嬉しいんですけど、どこがいいなと思いました。あ、やっぱりあれです、一番コンセプトが、まあ、飲食店を応援するっていうところが、はい、あって、僕も飲食店なんとかこのコロナ禍でですね、大変な、うん、ところを応援したいなっていうのもあったので、いろいろ相談受けたりとかされてるんですかね。あ、コンサルとか。そうですね、曲がりでバナナでこんな軽いノリで救えちゃったりするんですか。あ、結構僕はそれはなんとなくイメージはできてるものはあります。はい、すごいですね、前田社長すごいじゃないですか。令和の虎の、ね、加盟ですよ。いや、本当にありがたい限りです。加盟までいろいろ面倒くさかったですか。大丈夫ですか。いや、もう全然、もう結構多分スムーズにはなったはずです。なんかいろいろね、説明会でね、はい、質問が飛んだりとかね、すごい盛り上げていただいて、ね、加盟説明会あるあるで、ね、なぜかね、この大物ゲストが質問してくれてね、盛り上げてね。曲がりでバナナの説明会はね、もう動画になってますんで、見たい方は概要欄からね、お申し込みいただければ、今でも皆さんそこで北川社長の質問の姿が見れる。カットされてなかったら3回ぐらいしてます。3回ぐらい。なんか質問の時、姫路から来ましたって言って。YouTube とかに出てる社長さんも、こう、検討してたり、加盟するんだっていうと、やっぱみんな安心感につながりますし、北川社長の YouTube で、実況中継もしてくれるだろうなって。あ、それはぜひ、はい、させていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。ね、視聴者からまた、ね、そけどこれで北川さんのところがうまくいけばですけどね、うまくいかなかったらそこでぴったり加盟が止まるかもしれないですね。やっぱこう命運を握ってます。あ、はい、頑張ります。バナナのね、はい、そうね、その時にね、山本くんのようにダメでっていうんだったらですけどね、北川社長に限ってはそういうことはないでしょうから、北川さんでダメだったら、もう令和の虎でダメだったら、バナナ誰がうまくいくのってなっちゃいますからね。プレッシャーですね、これね。責任重大。責任重大です。もちろん姫路でやられる。あ、そうです、姫路で、はい。姫路応募者いなかったんですか、ちょうど。あ、そうですね、今いないです。あ、そうなんですね。これからもし姫路でまた曲がりでバナナやりたいって方いらっしゃったらどうなるんですか。それはテリトリーが、まあ、何キロ以内で設定があるんで、うん、そこの、まあ、外であれば検討できる。あ、そうなんですね。姫路はまだ行かれてないんですか、はい、前田さんは。まだ行ってないです。ただ、もともと私、神戸とか三宮とかで仕事してたこともあるんで、うん、姫路っていうエリアは ある程度は。あ、あ、そうなんですね。すごい。また何かの際はぜひお寄りいただいて。ぜひ伺います。はい、じゃあ大体主要なテーマ終わったんで、はい、あと適当に喋りますか。でももう一本別でね、取りたい。え、もう一本なんで、なんで、もう一本なんか別の話なの、何か、曲がりの。そう、曲がりで革製品するの。はい、ちなみにも場所も決まってるんで、あともうこの放送が配信される日からもオープンしようかなと思ってます。あ、そうなんですか。はい、今日から。はい、今日からスタート。はい、こちらの店舗概要欄から、あ、はい、ご注文お待ちしてますんで。でもなんかよくわからないんですけど、僕も聞いてないんですけど、もう一個発表したいことがあるという、ノー打ち合わせで言われて、ぶっ込んでいけてるんで、ちょっと僕気になるので、今日の回はこれぐらいにしておきますか。なんか今日の回で言いそびれたことありますか。大丈夫ですか。いや、大丈夫。あ、一応はい、バナナ色のネクタイ。なんか、ごめんなさい、その突っ込まなくて、すみません。で、じゃあ次回予告としては、なんかまた新プロジェクトかなんかがあるんですね。あ、そうですね。一応前田社長に相談させてもらってるものはあります。竹村さんには相談してないやつ、まあ、いらないやつ。いや、いらないやつ。いや、竹村さん、またなんか例の竹村さんに相談せずに勝手に新プロジェクト。これはどうなんですか、ね、いや、全然、これ、竹村審議いらない。いやいや、いるかも。
いやいやいや、まあまあ、じゃあそういうことで僕もまた聞いてないネタがあるらしいんで、早く明日になってほしいんで、今日はこんな感じです。あ、すいません。はい、どうも。